どうも、こんにちは、弁当です。えー、今回はフェノールのまとめをやっていきたいと思います。まず、フェノールはこんな形ですね。ベンゼン環に OH ですよ。えー、これをフェノールと言います。フェノールですね。で、えー、このフェノールに一つメチル基がくっつきましたよと。で、メチル基がここにくっついたとします。えー、これをクレゾールと言いますね。クレゾール。はい。 まあ、メチルキもくれくれ。メチルキもください。メチルキもクレゾールって感じです。で、えー、これ、音符で行くと、オルト体なんで、オルトクレゾールと覚えましょう。で、オルトメタパラのメタイに、まあ、メチルキが来ますよと。メチルキクレゾール。でも、メタイがいいなと。まあ、メタイにクレゾールということで、えー、M って書いてメタです。メタクレゾールですね。メタクレゾール。で、もう一丁。えーまあ、ま、 対するところというか、対角線上にあるというか。まあ、ここですね。CH3 が、ま、対角線上にありますよ、と。まあ、これが、えー、パラクレゾールですね。パラクレゾールとなります。ということで、まあ、基準はフェノールなんですね。基準はフェノールです。で、まあ、名前のね、覚え方も押さえておきましょう。クレゾールっていう風なのは、フェノールが基準なんですが、 テノール基準なんですが CH3 も欲しいと。メチル基も、クくれ。くれ。くれぞるって感じですね。いいでしょうか。で、えー、次ですね。こういう風うに、ベンゼン管が2つくっついたと考えます。で、2つくっついて、片方に こで、えっ、ー、と、炭素の、えー、番号ですね。1番炭素、2番炭素、3番、4番、ここ5番、6、7、8、9、10と、まあ、10個炭素があるって考えましょうか。あれおかしいな。えー、どっかスってる。あ、ここの方がいら,いらんのか。ごめんなさいね。すいません。よくやる間違いですね。今えっ、ー、と、5、6、7、8ですか。 で、そうするとこの一番炭素っていう風なところに OH がくっついてます。一番にくっついてるんで、これの名前を1ナフトールと言います。1ナフトールですね。ナフって書いてます。ごめんなさい。フです。で、2ナフトールもあるんですね。2ナフトールってどういう形かっていうと、まあ1番、2番の2番に OH くっつきますよ。これ2ナフトールです。ということで、 まあナフ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 ハあ便前二つみたいな感じですね。はいということでナフトールはまあゼン二つとで一ナフトールはまあ上かにピュッと OH がで二ナフトールはこうやってピュって斜めにくっつきます。いいですかね。でこれこれらをすべてまとめてフェノール類と言います。フェノール類ですね。 よろししいでしょうかねじゃあ、えー、フェノールグレゾール1ナフトール2ナフトール大丈夫ですかねでこれあのオルとネタパラの覚え方は音符って覚えてください音符音符って覚えましょうねじゃあいいでしょうか、えー、フェノール類の話に入っていきますフェノール類の、ま、特徴ですね はいで、どういう特徴があるかというと弱酸性です。弱酸性なのでまあ塩基と中和するわけですね弱酸性なので塩基と中和しますであまり深く考えないでほしいんですがなんで弱酸性かと、まあ、高校範囲なので多少 ごまかしつつやりますね。まあ、えー、っとね。どうしようか。ここの O と H の間に、こうやって結合の手がありますよね。で、結合の手って結合の手って言うんだけど、結合の手の正体って、これ電子なんです。電子。まあ、ちゃんと説明すると共有電子対ってやつですね。共有電子対って言われるやつです。この漢字5文字の正体が結合の手なんですね。結合の手。 でこのあのベンゼンっていう風なのがあの電子吸い込みマシンなんですよ電子吸い込みマシン僕ルンバって呼んでますこれあのルンバってお掃除機ね掃除機なんでまあゴミを吸い込むみたいなでそうするとここの結合している電子がピューって吸い取られることがあるんです でピューって吸い取られたらどうなるかっつうとここの H が結合できなくなっちゃうんですで結合できなくなるとどっか行きますねでそうすると H+ プラスとしてこの水溶液中にプラプラプラーっと浮いてくるんですで水溶液中にね H+ がプラプラプラっと浮いてきたらこれこそが酸の正体ですもっと分かりやすく言い方変えると語弊を恐れずに言い方変えると H+ プラスっていうのは pH を下げる力があります pH を下げる力があるんで、まあ、酸性になりますよということです。いいでしょうかなので、フェノール類は弱酸性です。で、2番。えー、っと、一応、その、青で書こうか。塩化鉄酸水溶液。FECL3 水溶液。FECL3 水溶液。FECL3 水,水溶液で、えー 青紫色から、えー、赤紫色に、定色しますよと。これフェノール類の検出に使います。検出反応ですね。ということで、一応イラストを使って説明していきましょう。この水溶液の中に何かが入っています。何かが入っています。つまり、水が溶媒で、 何かが溶質で何か溶液ができてますよってそういうことを考えましょうかはい水が溶媒で何かが溶質でっていうことですねでこれが缶ですよ缶でフェノール類じゃねとフェノール類っぽいなとでそう思ったわけです直感ですよでそうするとあのー、やること一つです FECL 水溶液を入れてやるんです この中に into って感じですね。into.fecl 水溶液。まあ、a q で水溶液としましょうか。fecl3 水,水,水溶液を入れるんですね。で、その時に、フェノール類が正解の場合と不正解の場合があります。フェノール類が正解の場合は、青紫から赤紫に定色します。で、 フェノール類じゃないときは、えー、そうならない。っていうことなんですね。<laughs> で、この定食っていうワードも押さえておきましょう。いいですかね。これがフェノール類の特徴になります。えフェシルさん、フェシルさん、フェシルさんって言えばいかな。フェシルさんで、缶、缶が当たったみたいな感じです。<laughs> ちょっと、語らせるのは何でもないですが、呪文として押さえておきましょう。フェシルさんが、 カンカンフェシルさんがカン,カンをまあカンを確かめたって感じですねはいあ確かめめあこれメタかはいいいでしょうかじゃあ次ですねフェノール類の特徴のをもうちょっと拡張していきましょう三番えっ、ー、とナトリウムと反応します で、ナトリウムと反応して、何かを発生するんですね。で、これ、缶でも当たる人がいます、たまに。H2 ですね。水素を発生するわけです。で、どういう風うに発生するかっていうと、例えば、まあ、これ、フェノールね。もう一回書きますが、これ、フェノールです。で、このフェノールに、えっ、ー、と、NAOH とか、または、NA、まあ、単体でもいいです。これ、加えます。 でそうするとこの NA くんがあのおこ,ここの H にお邪魔だよってやるんですねで一応復習ですが邪魔だよっていうふうにやるんですね復習ですが H も NA も一族元素なんですね要するに周期表のちょっと雑な絵ですが一番左の列に属する元素なんですで、 縦で見ていったときに、例えば縦、まあ、こいつとこいつとこいつは性質が似ている。こいつとこいつとこいつとこいつは性質が似ているって感じで、同族元素っていうのは、性質が似ていましたね。性質似ているんです。なんで、あの、H の代わりに NA 入ってもいいじゃないかと。いうことで、O の隣が H ではなくて、NA になるんですよ。これをナトリウムフェノキシロと言います。 な、あの、名前、長いんでね、覚えてみましょう。ナトリウム、フェニ、フェノキシド10回ぐらい読みますんでね。ナトリウム、フェノキシド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 ナトリウム、フェノキシロ。ナトリウム、フェノキシド大丈夫ですかね。で、次。えっと、無水作酸と反応します。無水作酸の化学式大丈夫ですか 一応、無水酢酸と反応して、何を発生するかっていうと、これめっちゃむずいです。エステルです。エステルを生成するわけです。はい。ちょ、上の図に付け加えますね。無水酢酸ってどんな形か。えっと、まず、酢酸はわかりますかね酢酸は CH3COOH ですね。で、無水酢酸って言われたら、酢酸2つ準備すると考えてください。 酢酸2つ準備しますよと CH3COOH ですねで酢酸2つ準備したら右側に H2O の塊あるねとで H2O をまあ脱水するわけですでそうするとまあ水がない無水酢酸ができるわけですということでまず共通項として上側ね CH3CO 下側も CH3CO が2つ分 CH3CO が2つ分で残りカスが O ですね ということで分子式は CH3CO の2の O となりますでこれ無水酢酸と呼びますからいいですかねでえー、っと無水酢酸んと反応してこうなります無水酢酸と反応するんですが反応の形態としては酢酸と反応したのと同じです なので、皆さんはですね、無水酢酸と反応しっていう文章を覚えておいてほしいんですが、考え方としては酢酸と反応したのと同じ。なので、えー、っと、こうしましょう。えー、っと、ここに書こうかなこの辺、えーっと。この辺に落書きしますね。CH3COOH において、まずね、フェノールとこの酢酸が反応するときって、このフェノールから H。 酢酸から、OH、なんですもう一回だよセノールから H 酢酸,酸から OH なんですだからここから H がどっか行ってここの OH からもどっか行きますそうすると合計で水が取れますよねなので脱水反応が起きますでそうするとこの O の隣がぽっかり穴開きますよね O の隣に穴開くからここ結合の手がありますでここも一緒 CO の隣に結合の手があるんですね結合の手があるんでここも結合の手ですで酢酸,酸をちゃんと説明するとメチルキーと ケト、あ、メチルキと、ケトンキと、ヒドロキ式で構成されてるんですよ。酢酸って。メチルキ、ケトンキ、ヒドロキシキね、OK メトメキ。メチルキ、メチルキ、ケトンキ、ヒドロキシキで、ヒドロキ式今消えてます。なんで、ここの結合の手が余ってるの。だから、ここから右から左にこう結合していくって考えようか。そうすると、えーと、こことここがドッキングして、CO だね。で、あとメチルキが残ってますか。はい、こうなるんです。で、これを酢酸フェニルと言います。 酢酸、えー、フェニルと言いますいいでしょうかねはいでえっ、ー、と次の話に入っていきましょうで次フェノールの、えー、性質を見ていきますねフェノール類の中でもフェノール、まあ、だ代,表代表ですね の、えー、特徴。性質ですね、えー。どうなってるかっていうと、まず、なんとか衆、なんとか職、なんとか、毒な、なんとか体。はい。<laughs> これは覚えるといかんのですよ。で、一応言う点言っときます。言う点が微妙で、 覚えとくければ覚えとこう41度なんです。いや、本当にね、僕が科学が得意だったらこれ覚えなくていいよ。なぜかっていうとね、フェノールっていうのはこうこうこうでねってか、理論で説明できるんですが、僕は無知なので41度って覚えてください。ごめんなさい。で、えー、っと、一応埋めていくね。まず、特異臭です。刺激臭でもフラン臭でもなくて、フェノールの得意な匂いがするんで、特異臭と書いてください。で、それから、実は色はありません。無色。 でこれあの間違いなのは透明って書いちゃダメね透明って書いたらツになります透明っていう色はないからね無色って書きましょうでそれから有毒ですで個体ねまあ有点41度って言ってるぐらいなんで特異種で無色で有毒な個体ですまあ特無有効って呼えましょうか特無有効フェノールは特無有効 でえーフェノールがあった時に、まあ、空気中にさらしておくと空気が、まあ、このフェノールを、まあ、空気というか空気中の酸素ですが空気が酸化することがありますでそうすると色が変わるんですね変色でどう変色するかというとえー、赤褐色に変色します 赤合色ですね、はい、無色有効赤褐色無色有効赤褐色で2番えー、っとこれ大事です収素水にかかる,るところですね収素水を加えますでこれってあの収素の水溶液ですね収素が溶けた水溶液ですね えー、これを加えるとどうなるか。もともと、えー、フェノールっていうのはこういう形です。で、あの、シュパンシュパンって感じで、BR、シ素が加わります。シ素わかりますね ?BR ですね。シュパンシュパンって BR が3つ加わります。で、あの、トリブロモですね。トリブロモをされたフェノールなんです、これが。 トリブロモフェノールね。で炭素の番号を書いていきましょうか。ここ絶対1番ねおあのフェノールなんでフェノールの,あの特徴であるここが、まあ、1番トップですなんで2番3番4番5番6番ですなんで246ね246トリブロモフェノールとなります一応名前の付け方も覚えとこう場所ねまず何番炭素ですかとでそれからトリブロもまあ就職です就職語句って考えようか 形容詞みたいなものと思ってくださいで、フェノール。まあ、これが主役ですね。はい。まあ、こう覚えておきましょう。ということで、フェノールの特徴は、えー、特無有効赤褐色。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 で、収素水加えたら、まあ、これができますよってのは覚えておきましょう。で、オルトメタパラの、 うーん、プのオルト体とパラ体に入るわけですね。メタ体には BR が入りません。いいでしょうか。で、あと二つほどね、重要なポイントがあります。クメン法。クメン法っていうのが、これ、フェノールの生成法。あ、ちょっと違うペンで書こう。フェノールの生成法です。で、それから、えっ、ー、と、アルカリ誘拐ね。 アルカリ誘拐も、これ、フェノールの製法です。で、これは、あの、別の動画でやってます。別の動画で語呂合わせを使って、やってますんで、覚えてください。で、アルカリ誘拐の方、あの、語呂合わせめちゃくちゃ分かりにくいので、覚悟してみるように。訓練法とアルカリ誘拐ですね。えっ、ー、と、弁当、訓練法とか、弁当、アルカリ誘拐って調べたら出てきますね。えー どうぞご視聴くださいということで19分お疲れ様でした受験番、版合格してくださいね受験頑張ってください負けんじゃねえぞ